はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は和歌山県の、えー、製造業の正社員10年半目の60歳の方の給与明細です。えー、仕事内容は段ボール、えー、製造メーカーに勤務していました、えー。段ボールはその製造工程において、えー、蒸気と接着糊を使用します、えー。私はボイラー技師として蒸気の生成のための ボイラー運転および接客乗り製造装置のオペレーターに従事していました必要な資格やスキルが一級ボイラー技師で、えー、勤務時間が、えー、ちょっとよくわかんないですけど多分朝の5時から昼の14時までってことだと思いますで残業が日に3時間程度、えー、収入が年収で350から400で、えー、製造業をしたい方へのアドバイスとしては 蒸気を使う製造装置ですので夏の暑さが最もきついです工場内製造ライン持ち場ともに40度程度になりますそれに耐える体力が必要ですで給与明細です、えー、本人給14万5400円食能給7万3200円住宅手当6500円家族手当8000円通勤手当9000円、えー、残業手当3万967円 で、有給手当6,753円で、総支給が279,820円。そこから控除が引かれて手取りが2 2 3四4 5円となっています、えー。今回は段ボール製造をしている方の給与明細でした。えー、有給見る感じ、えー、多分、6,700円くらいなので、えー、本人給ってところから計算されてこの値段なので、 やっぱり基本給みたいなのが低いと有給を取ってもちょっと損する感じですね。で、えー、まあ残業も約20時間して3万なので、まあ、時給1,500円くらいな感じです残業で。えー、まあ60代でこれなんでまあえー、あんまりいいとは言えないかなっていう感想です。 今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。